ってました。おうおう、仏教僧玄奘三蔵が孫悟空、沙悟浄、猪八戒とともに天竺で経典を取りに行った物語、西遊記。この物語にももちろん帰り道があった。あの馬止めの怪しげな術によって現在大和の国の人々は基本的に男女が入れ替えられてしまっているのです。そがの馬子、馬子、はあ、思ったより中の行き届いた体じゃの。負けそうになったら入れ替えてわけわかんなくしちゃう。厄介なやり口ですね。そがの馬子、馬子、これはこれは僧侶、またやられてしまいましたか。なんだかんだで次の狙いは拙者でしょう。そんなことより、そんなこと、私帰ります。ラブシーンなんて10年早いのよ。ひとめ、カツラギさん。
やったからあっち行って現実逃避しろ。ありがとうございます。キュッパーキュッパー。お釈迦様一筋なんですから。調子のいいこと言ってお札様にも同じこと言ってたでしょ。もうジュアル、ごめんごめん。もう次いつ会える？そうですね、私が死んだら。そっか、待ってるから。ええ、そろそろ切るよ。あ、はい。そっち先来て。うん、そっちから。じゃあせーので。うん、おやすみ。おやすみ、せーの。バカショー。